体上界は、大脳の内側面において、脳梁の変円を前後方向に走る、脳界。体上皮質とも呼ばれる。領域の下端が脳梁項で、領域の上端が体上項で区切られる。体上界は、大脳変円系の各部位を結びつける役割を果たしており、感情の形成と処理、学習と記憶に関わりを持つ部位である。また全部体上界は、 不適切な無意識的プライミングの抑制に必要な実行制御と関わりを持つことが知られている。また呼吸器系の調整とも関わりを持つ。体上界は、ブロードマンの脳地図における、23や、24や、26や、29や、30や、31や、32やにおおよそ当たる。26や、29や、30やは一般に膨大鉱物質という名称で、 呼ばれる。体上界は、死傷の全角及び、新皮質領域、そして、大脳皮質の体制間隔皮質領域からの入力を受けている。また体上界の下部は、体上束という白質繊維の束があり、大脳変炎系の各領域を結びつける役割を果たしている。体上束は、市場方向で能量に沿いながら、全部体上界後部体上界 会話妨害を連絡している。かつて精神外科において体状外を切除するロボトミー術が行われていたことがある。現在精神外科は否定されており、手術は行われない。ありがとうございます。